オーディン・ビリベイによる、ユミルの殺害。ビリとベイは、北欧神話に登場するアース神族である。スノーリの言った第一部、ギュルビ・タブラカシ、第六章によると、二人は、巨人女性のベストラと、最初のカミボルの間の息子であった。二人の兄弟がオーディンである。彼らは力を合わせて、最初の巨人ユミルを殺害した。第九章では、この三兄弟が海岸で二本の木を見つけ、 ここからアスクとエムブラを作ったことが説明されている。オーディンは命と魂を、ビリは動く力と知性を、ベが言語、聴覚、視覚を与えたとされている。コエッタの巫女の予言では、最初の人間の男性アスクと女性エムブラを作り出す際にオーディンと協力したのはヘイニルとローズルであった。しかし、ギュルビタブラ歌手においては、 ビリとベイエが二人の代わりに登場している。スノウリ・ストルルソンは、ミコの予言の内容を当然知っているため、ヘイニル・ガビリのローズル・ガベイのもう一つの名前であった可能性はある。コエッタのロキの口論では、オーディンの妻、フリーック・ガビリと、ベイと性的関係を持ったことをローキに暴露された。スノウリによる、ユングリング家の佐賀において、ビリとベイは、 アシイアの川田なくビーするの東の国アーサランドの統治者であるオーディンの兄弟として登場する。オーディンが国外へ旅に出ている間、二人は国を治めていたが、ある時はオーディンがいつまでも戻ってこなかったことからもう彼が帰って来ないと判断した。ビリとベイはオーディンの財産を分けたほか、妻、フリックも二人のものとした。しかしオーディンは結局帰国して、 フリックを取り戻したという。やがて、オーディンと十二人の神殿司祭は、人々を引き連れて、アーサランドを離れ、北方に向かったが、ビリとベイは、アーサランドに泊まったという。ドナルド・ A ・マッケンジー、北欧のロマンゲルマン神話においては、ビリの別名が、ローズル、ベイの別名が、ヘイニルとされている。ありがとうございます。